艶がねすごく綺麗に。はい、どうも、あずき宿のタナヒロです。ですね、もう少しでお正月ということで、やっぱりお正月といえば松竹梅鶴亀のやっぱりお菓子はもう必要不可欠なんじゃないかなということで、今日はですね松のお菓子を作っていこうかなと思います。松の雪っていう仮名をつけて松を表現するお菓子があるんですね。その松の雪っていうのは松の枝葉に雪が降り積もって、松に雪が積もってる情景を表してるお菓子なんですけど、そういうものがあるんですね。ということで今日はその松の雪をちょっとね作っていこうかと思います。で、今日使うあんこはこちらになります。ですね、こう抹茶の練り切り、白練り切り、あんこですね。あと、ダイナゴンの蜜漬けしたやつがあるんですけど、これを3粒使います。で、抹茶と白い練り切りは今日はですね均等で表現しようと思ってるので、グラム数は測ってないです。で、あんこが、10g ですね。ではですね、早速作っていこうと思います。この均等部類を使用して均等をね作っていきます。で、この均等部類にこのさっき取った抹茶の練り切りと白い練り切りをちょっと伸ばして乗せてあげます。で、こう伸ばしたら、あとは手のひらでこうこしていきます。まあ、こし方は、まあ、なんで言うんですかね、まあ、結構いろいろあるんですけど、まあ、一番王道っていうのはこうこの上に置きます。上に置いてそのまま垂直に落とします。落として切るっていうのが、まあ、王道の切り方ですね。こう真上から押して切る、押して切る、押して切る、まあ、これがですね一番王道の多分切り方なのかなと思いますね。まあ、これもですね人によってやり方が違ってたり、なんて言うんですかね、例えば風を表現したいときはこうまっすぐ落として切るんじゃなくて、もう最初からこう斜めに押すっていう、で斜めにこう最初から切って、それで風っぽさを表現するっていう、なんて言うんですかね、表現の仕方でもやり方が結構違ってたりするので、単純に押すだけじゃないんですね。で、使う箸がですね、まあ、これなんですけど、まあ、加工してるんですね。まあ、これちょっと見て分かる通り、これちょっと先が尖ってるんですね。まあ、自分でまあ彫刻刀とかそういうもので切って、まあ、この先を尖らせることによって、まあ、なんていうんですかね、で、こした均等をつまみやすくしてるっていう、まあ、こういう風にちょっと加工しておくんですね。で、この箸を使ってちょっとあんこにね均等をつけていきたいと思います。で、松の雪はまあその自分の表現したいやり方でいいんですけど、半分が抹茶で、もう半分が白い練り切りでちょっとくっつけていこうかなと思います。まずはですね、この底の部分にこうこした均等をつけていきます。こういう感じですね。こういう感じにちょっとね、まずはそこからあんこをつけていきます。そしたらこうひっくり返して、まあ自分のやり方ですけど、まあ人によってやり方は違うんですけど、自分のやり方は一回軽く押しちゃいます。例えばそのケースに入れた時にこう頭がぶつかっちゃったりとかすることがあるので、こうね先をちょっと潰しとくと、まあいい感じの高さになってやりやすいかなと思いますね。で、あとはこう時計回りにですねこうつけていきます。で、こうぐちゃって取ってしまうと均等のそぼろが潰れてしまうので、まあ、スムーズに取るにはもうこうなんて言うんですかね、こう押し付けてこうのっけていくっていう、これが多分ね一番均等のそぼろをつく潰さず、まあ、乗せれるやり方かなと思いますね。で、こう緑をつけたので、あとは白い方をこうつけていきます。やっぱりこう、やっぱり丸みを帯びてる方が和菓子っていうか、まあ、均等は綺麗に美しく見えるので、なるべく丸く美しさを保てるような感じでつけていくのが、まあ、一番理想的かなと思いますね。そしたら、まあ、こんな感じになりますね。まあ、そぼろ状が、まあ、潰れてなくて、まあ、団子みたいになってなくて、で形的にはこう丸みを帯びてるような形になってるんじゃないかなと思いますね。まあ、こういう感じになったら、まあ、いいと思います。で、ここで出てくるのがこのダイナゴンですね。ついにね
ついにこのダイナゴンの小豆が、活躍する時が出てきます。まあ、このダイナゴンがね結構重要な役割なんですよ。こんなポチポチポチっていう、まあ、ちっちゃいんですけど、これがね結構ね松にとってはもう非常にねもう大事な役割なんですね。これでこのダイナゴンをこのね松に乗せていきます。こう中心にこう置いていくんですね。こうなんていうんですかね、 Y 字って言いますか、こう重ならないように置いていきます。これがね結構重要なんですね。で松っていうのはやっぱりもう向きがねこう3方向同じ方向向いてちゃいけないので、こう同じ方向に向かないようにこう乗せていきます。はい、ということで、まあ、これで完成っていう風に、まあ、してもいいんですけれど、まあ、ちょっとねワンポイントでなんていうんですかね、一手間加えるっていうことで、まあ、これにあのツヤ点を乗せていきます。まあ、ツヤ点っていうのは寒天をあの溶かしてあの液状にした、まあ、シロップ状にしたものをあのなんて言うんですかね、まあ、ツヤを出すために塗るためのやつなんですけれど、まあ、めんどくさい人もいると思うんですけど、めんどくさい人はこれで完成でもいいです。まあ、ぶっちゃけこれで完成でもいいです。ですけれどやっぱりそのツヤ点をやるだけでやっぱりその見た目とか美しさっていうのは結構変わってくるので、まあね、まあ時間がある人はねやっぱりそのツヤ点はまあやった方がいいです。まあ和菓子屋はもう必ずやりますね、必ずやります。まあね手を抜きたい気持ちもわかるんですけれど、やっぱりやった方がすごい美しさがね変わってきます。なのでちょっと今日はツヤ点を塗っていきたいと思います。でそしたらこのツヤ点を塗っていきます。このツヤ点をこのダイナゴンに塗るんですね。これはですね1回じゃ良くないんですね、2回塗った方がいいんです。2回塗った方がこうツヤが輝きが出るので、1回塗ったらしばらく置いといて、で少し寒天があの固まってきたぐらいにもう一度2度塗りしてあげると、あのツヤがねすごくあの綺麗に出るんです。なので2回塗った方がいいかなとは思います。はい、ということでですね、今日はですね松に雪が積もった状況を表した松の雪というね和菓子を作らせていただきました。なんていうんですかね、こう松に雪が乗っかってる、まあ、情景とかをまあ表せてるんじゃないかなと思いますね。でこのツヤ点で小豆を塗りましたけれど、これもねちょっといい綺麗にワンポイントになってて、まあなんかいいなんていうんですかね、松の和菓子ができてるんじゃないかななんて思いますね。はい、ということでですね、今日は、松のお菓子を作りました。チャンネル登録とグッドボタンもぜひよろしくお願いいたします。バイバイ。